まあ、八木さん、圧倒的な強さでしたね。うん、まあ、うん、あの、途中まではね、楽天が周囲をずっと走ってたんですけども、うん、最終的にはやっぱり楽天もちょっと息切れしたんでね。そうですよね。やっぱり戦力が一番分厚いソフトバンクが、うん、まあ、最後はぶち切ったというところですかね。形ですよね。はい、今日敗れて、貯金は47ですけども、はい、まあ、残り試合で50いく可能性っていうのもね。 やンさん、十分あるわけですけども。<laughs> そうですね。まあ、もうすでに89勝してるってとこはすごいですね。すごいですよね。はい。やぎさん、まあ、いろんな分析の仕方あると思うんですが、その勝因、いくつか挙げていただくと。はい、ああ、分析しなくてもまあ戦力見ただけで <laughs>、まあ、でね、優勝できるような戦力だっていうのはもうみんなが、ね、うん、思ってるでしょうし。うん、まあ、昨年ね、日本ハムのすごい上があって、優勝逃しましたけど、はいうん もう3年連続優勝してもおかしくないような、はい、私は戦力だと思いましたけどね。はい、あの、広島との違いは、一番固定じゃないですね、まずね。はい。ね。今宮が打ったり、明石が打ったり、はい、川崎も打ちました。まあ、打線的にはね、うん、あの、そんなにこう、いつもいつも打ったっていうところもないですけども、はい、主軸がしっかりしてるっていう部分はありますよね。ああ、はい、はい。まあ、これは、要するにまあ、 デスパイネでしょ、うん、これが加入したことが一番大きいですよね。デスパイネ、抜けたチームが失速っていうのもうです全然でしたもんね、ん今年はね、ロッテがね。で、まあ、柳田が、まあ今年ちょっと復活してきたというところですね。内川いるときは、内川が、うん、あのいいところで打って、チームを引っ張ってっ、うん、打線を引っ張っていったっていうところですもん。うんうん、だから、主軸がしっかり、まあ、結果を出すことによって、まあ、周りが少し働けば、いい、えー、打撃陣になるというところですね。 結局、内川が抜けてからも、打撃面で加線戦どることってあまりなかったですよね。うん、ええと、まあ、得点力的には少し落ちることもあったでしょうけども、うんはい、ま、やはりその、若手という部分が少し出だすと、うん、ま、それ、そう、内川までは行きませんけども、ある程度カバーはできるような戦力はありますよね。うん、結果的にね、八木さん、あのー、今、 長期離脱してますけども、はい、その前に6月にも首を痛めて、ちょっと離脱する時期があって、はいうん、結構長いですよね。骨折だけじゃなかったですよね。はい、うまあ、内川も年齢的にもね、はい、結構、高齢になってきたんでね、うん、これから怪我との戦いぐらいになってくると思いますけどね。で、結構いろんなキャッチャー、あの、育成から来たキャッチャーもね、はい、成功しましたし、要目という部分のキャッチャーが結構若い選手が頑張ったっていうのが、今年の まあでもキャッチャーは固定した方がいいっていうところがある中で、いろんなキャッチャーを使ってある程度勝ってたというのは、やっぱり戦力の、要するにピッチャーの量と質の高さが、キャッチャーも同時にやっぱ育てていくんだと思いますよ。これピッチャーよくないと気圧は絶対ダメだって言われますから。うん、これカープも同じことが言えるわけですね、そうです、そうで、ん、す、うん。やっぱりキャッチャーがやっぱり固定してすごくこうピッチャーを引っ張る、うん、 と、まあ、キャッチャーのおかげってなるけども、はい、キャッチャーコロコロ変わって若いキャッチャーだったら、やっぱピッチャーの方が育てないと、やっぱり試合には勝てないし、キャッチャーは抑えて、なんてうの、その評価をもらうポジションなんで、はい、それは打たれ、ピッチャー打たれたらキャッチャーもダメだって言われるわけだから、うんうん、そうなりますよね。それはやっぱピッチャー次第なんですよね。あの、一時々ね、ナルオハまでファームの、 タイホー,ークスとして、はい、フォークスはファームもすごいメンバー揃ってますけどもいつも一軍が来てるのかなって思うようなメンバーですよね。うんよねえー、ファームすすごい <laughs> そうなんですよピッチャーも普通にあの大隣投手とかがよく投げますしあ今年一軍でブレイクした東浜投手もよく鳴尾浜だったり甲子園のファーム戦で投げているピッチャーでしたし。うんうんえー どこまでこう層が厚いんだっていうことはよく感じてますね。その東浜投手が16勝。はい。まあ、菊池雄星と最多勝を争っているわけですけども、うん、東浜の活躍っていうのは今年本当すごいですね。そうですね。ね<ー>ファームで何度も対戦しました。うん、もう、行くごとに、ソフトバンクと当たるごとに東浜が投げてくるというようなイメージですね。うん、だからもう、いつもいつもローテーション的にも中、うん、6日をきっちり保ちながら、ファームでずっと投げていくという。うんはい、まあ、それぐらい、 なんですがね、東山にまあ期待してるというか、なんとかしなきゃいけないっていうチームの、まあ、うん、方針があったと思うんですね。はい。まあ、千賀もそうですけど。そうですね。はい。<ー>この千賀と東山がいつもファームで投げてきて、全然打てない。<laughs> はい。ファームの選手じゃ。<ー>困ったんですよ。だって千賀はね、もう、もともと育成ですよね。育成選手ですね。はい。<ー>あとはファームで、やっぱりこの選手目立ってたなっていうのが上林選手ですね。そうですね。う まあ、シュアなバッティング。はい、それにパワーも加わってきたんだよね、えー、最後の方はね。はい、あのこいつ絶対上でも打つなと思いましたからね。<laughs> あと、どうでしょう。まあ、中継ぎじゃないですか。中継ぎから抑えでしょう、ねうん、もう、6回以降の逆転がほぼないという、うん、そういう中継ぎ陣がやっぱり良かった、はい、っていうことじゃないですかね。 ほとんど逆転負けしてないというね。ソフトバンクのデータとして出てるんですが。で、最後抑えるのがサファテ。ついに日本記録を超えました。すごいですね。すごいと思うのは、あの、サファテを日本に呼んできた広島がすごいなと思うんだよね。そうか。最初、広島スタートでセーブ、ソフトバンク。ですよね。うん。だから、やっぱりいい投手を広島に呼んでくるんだよね。すごいですね。なんでだろう、これ。2011年ですからもう今年で、 7シーズン目ということになりますけども、うん、そうですね、カープはそういう部分ではすごいですね。ジョンソンだってね。はい。ジャクソンだって。うん、結構いいピッチャー呼んできますよ。そうですよね。その辺のこの編成部門、特にこう外国人の調査部門というのはやっぱり、うん、 大事ですよね。大事ですね。うん、はい。ただ今年サファテがちょうどね、えー、大阪にホークスが遠征できてまして、あの、我々タイガース戦以外にも、例えばホークスが来たら九州用に、ファイターズが来たら北海道用にっていう放送があるんですけども、はい、それで8月に京セラドームに行ってる時に、サファテがね、先発ピッチャーが早く崩れすぎて、我々毎日投げすぎてる。どうなってるんだっていう発言をして、 ちょっと、増反撃みたいなところがあったんですけども、ことも大きくならず、結果的に、次の試合かな、えー、先発が長いイニング投げて、サバテたちを使わずに勝った試合があって、終わった後にサバ投手が、ほら、俺の言った通りだろ、こうなるといいんだよって言って、<laughs> もう、ね、下手にあんな話したら、こう、監督批判つって、ペナルティ、課せられたりとか、八木さんあるじゃないですか。そうですね。そんなこと不問にしましたね、ホークスがね。うん、まあ、 勝てるからじゃないですか結局。そこで負けが2、3試合続いたりね。また中継ぎがどんどん投げなきゃいけないような状況になったりして、チームがごたごたするとまた問題が出てくるけども、勝つことによってそういうことが出てこないっていうのは、やっぱり勝ちって大事ですね。勝ってなきゃダメなわけですね。そうなんです。うん。どんな強いチームでも負け出したら何か出てきますもんね。絶対出てきます。ねえ。あとはやっぱり育成システム。今、あの、 三軍っていう制度がしっかりできてて、はい、で、ファームの拠点がね、ガンノスから変わりまして、はい、そのファームの練習が、ヤフオクドームの監督室でカメラで全部見られるっていうんですよね。ああ<ー>。これがまたすごいですよね。<laughs> すごいですね。うん、まあだからファームもほぼ一軍とか持っていいんですよね。ほぼ予備軍なんで、ファームは。うんうん、で、三軍が二軍のような感じの、そういうイメージなんですよね。うんうんはい、はいはい。だから、どうなんでしょうね。うん 選手があれだけいたら大変のは大変ですけど、それをしっかりやれてるソフトバンクはすごいなと思いますよね。まあ、あもう、パ・リーグの場合は2位、3位、どっちになるかわかりませんが西武、楽天ですから、ね、ねはい、これが勝ち上がった方がホークスですけど、うん、どっちが勝ってもちょっと厳しいですか、八木さん。 いや、短期決戦なんだね。こればっかりはね、まあ、有利は有利ですよ。優勝してアドバンテージも一緒ありますし、その有利は当然ありますけど、ちょっとしたところで、うまく歯車狂わなかったら、短期決戦立て直す前に、やっぱり相手チームで4勝やられる可能性はあるんでね、そこは、まあ、セーブとかも、今年は頑張ったシーズンですし、 人は負かしたいってなるんじゃないですかまあ、楽天がもし行ったとすれば、まあ、優勝できなかった。あんだけ頑張ったら優勝できなかったっていうのをね、え、晴らしたいっていうのはあるんじゃないですかね。ねえ。本当、短期決戦ってそういう意味では面白い。面白いですね、短期決戦もね。まあ、八木さん、圧倒的な強さでしたね。うん、まあ、あの、途中まではね、楽天が主流をずっと走ってたんですけども、最終的にはやっぱり楽天もちょっと息切れしたんでね。そうですよね。やっぱり戦力が一番分厚いソフトバンクが、まあ、 最後はぶっちぎったというところですかね。ですよね。はい、今日敗れて貯金は47ですけども、はい、まあ残り試合で50いく可能性っていうのもね、<laughs> さん十分あるわけですけども。<laughs> そうですね。うん、まあもうすでに89勝してるってとこはすごいですね。多いですよね。はい。ヤニさん、まあいろんな分析の仕方あると思うんですが、その勝因いくつか挙げていただくと。はい、ああ。 分析しなくても,も戦力見ただけで, <laughs> で、ね、優勝できるような戦力だっていうのはもうみんなが、ねうん、思ってるでしょうし、うん、まあ昨年ね、日本ハムのすごい上があって優勝逃しましたけど、はい、もう3年連続優勝してもおかしくないような私は戦力だと思いましたけどね。あの、広島との違いは一番固定じゃないですね、まずね。はい、ね今宮が打ったり、明石が打ったり、はい、川崎も打ちました。まあ打線的にはね、うん あの、そんなにこう、いつもいつも打ったっていうところもないですけども、はい、主軸がしっかりしてるっていう部分はありますよね。ああ、はい。まあ、これは、要するにまあ、デスパイネでしょ。うん、これが加入したことが一番大きいですよね。デ、うん、スパイネ抜けたチームが失速っていうか、うもう全然でしたもんね、ね今年はね、ロッテがね。はい、で、まあ、柳田、 が、今年ちょっと復活してきたというところですね。うんはい、で、まあ、内川いるときは、内川が、あの、いいところで打って、チームを引っ張っていった、打線を引っ張っていったっていうところですもん。だから、その主軸がしっかり、まあ、結果を出すことによって、まあ、周りが少し働けば、いい打撃陣になるというところですね。結局、内川が抜けてからも、打撃面で下降線たどることってあまりなかったですよね。うん ええと、うん、ま、得点力的には少し落ちることもあったでしょうけども、うんはい、ま、やはりその、若手という部分が少し出だすと、うん、ま、それ、そう、内側までは行きませんけども、ある程度カバーはできるような戦力はありますよね。はいうん、結果的にね、八木さん、あのー、今、 長期離脱してますけども、はい、その前に6月にも首を痛めて、ちょっと離脱する時期があって、はい、結構長いですよね。骨折だけじゃなかったですよね。まあ、内川も年齢的にもね、はい、結構、高齢になってきたんでね、これから怪我との戦いぐらいになってくると思いますけどね。で、結構いろんなキャッチャー、あの、育成から来たキャッチャーもね、はい、成功しましたし、金目という部分のキャッチャーが結構若い選手が頑張ったっていうのが、今年の まあでもキャッチャーは固定した方がいいっていうところがある中で、いろんなキャッチャーを使ってある程度勝ってたというのは、やっぱり戦力の、要するにピッチャーの量と質の高さが、キャッチャーも同時にやっぱ育てていくんだと思いますよ。うん、これピッチャーよくないと気圧は絶対ダメだって言われますから。うん、これカープも同じことが言えるわけですね、はい、そねそ,うそうです、そうで、ん、す、うん。やっぱりキャッチャーがやっぱり固定してすごくこうピッチャーを引っ張る、うん、 とはまあキャッチャーのおかげってなるけども、はい、キャッチャーコロコロ変わって若いキャッチャーだったら、やっぱピッチャーの方が育てないと、やっぱり試合には勝てないし、はいうん、キャッチャーは抑えて、なんてうの、その評価をもらうポジションなんで、はいええ、それは打たれ、ピッチャーが打たれたらキャッチャーもだめだって言われるわけだから、それはやっぱピッチャー次第なんですよね。うん、あの、一時的ね、鳴尾浜でファームのタイガースとホークスとして、はいまあ ホークスはファームもすごいメンバー揃ってますけどもいつも一、ねうん、軍が来てるのかなって思うようなメンバーですよね。よねえー、ファームもすすごい <laughs> そうなんですよピッチャーも普通にあの大隣投手とかがよく投げますしこ、うんはい、今年一軍でブレイクした東浜投手も、うんはい、よく鳴、ね、尾浜だったり甲子園のファーム戦で投げているピッチャーでしたし。うんえー どこまでこう層が厚いんだっていうことはよく感じてますね。その東浜投手が16勝。はい。まあ菊池雄星と最多勝争っているわけですけども、うん、東浜の活躍っていうのは今年本当すごいですね。そうですね。えー、ファームで何度も対戦しました。うん、もう行くごとに、ソフトバンクと当たるごとに東浜が投げてくるというようなイメージですね。うん、だからもういつもいつもローテーション的にも中、うん、6日をきっちり保ちながら、ファームでずっと投げていくという。うんはい、まあそれぐらい、 なんですがね、東山に期待してるというか、なんとかしなきゃいけないっていうチームの、まあ、方針があったと思うんですね。はい。まあ、千賀もそうですそうですね。はい。この千賀と東山がいつもファームで投げてきて、全然打てない。はい。ファームの選手じゃ。困ったんですよ。だって千賀はね、もう、もともと育成ですよね。育成選手ですね。うん。あとはファームで、やっぱりこの選手目立ってたなっていうのが、上林選手ですね。そうですね。 シュアなバッティング、それにパワーも加わってきたんだよね、最後の方はね、こいつ絶対上でも打つなと思いましたからね。あと、どうでしょう、長継ぎじゃないですか、長継ぎから抑えでしょう、もう6回以降の逆転がほぼないという、そういう長継ぎ人がやっぱりよかったとというこじゃないですかねほとんど逆転負けしてないというのがね、ソフトバンクのデータとして出てるんですが、最後、抑えるのがサファテ、ついに日本記録を超えました。 すごいですね。すごいと思うのは、あの、サファテを日本に呼んできた広島がすごいなと思うんだよね。そうか。最初、広島スタートで西武ソフトバンク。そう。ですよね。うん。うん。だから、やっぱりいい投手を広島へ呼んでくるんだよね。すごいですね。なんでだろう、これ。2011年ですから、もう今年で7シーズン目ということになりますけども、そうですね。カーパーそういう部分ではすごいですね。ジョンソンだってね。はい。ジャクソンだって。うん。 結構いいピッチャー呼んできますよ。そうですよね。その辺のこの編成部門、特にこう外国人の調査部門というのはやっぱり大事ですよね。うん、大事ですね。ただ今年サファテがちょうどね、えー、大阪にホークスが遠征できてまして、あの我々タイガース戦以外にも、例えばホークスが来たら九州用に、ファイターズが来たら北海道用にっていう放送があるんですけども、はい、それで8月に京セラドーム行ってる時にサファテがね、 先発ピッチャーが早く崩れすぎて、我々毎日投げすぎてる。どうなってるんだっていう発言をして、ちょっと増反撃みたいなところがあったんですけども、ことも大きく、ね